亀山島は、台湾ギラン県頭城鎮が所管する当初、亀山所亀所と称されることもある。亀山島は、火山島であり、太平洋上に浮かぶ姿が亀に似ていることより、命名された。島の大きさは、東西約3 3トル南北約1 7トル面積は2.84に1平方トルであり、海岸線の総延長は、 1> 約1 0トルである。台湾本島の議蘭県頭城鎮の東沖約1 0トルに位置し台湾鉄路管理局議蘭線の車窓からもよく見える。北西に蜜月湾がある。亀山島は火山活動により形成された火山島である。最後に噴火したのは 西暦1785年前後であり、現在でも温泉や硫黄の噴出などの火山活動が存在する活火山である。安山岩溶岩流と火砕流による地層に区分され、島内の最高海抜は398メートルであり、ここに高さ3メートルの展望施設が建設されたことから401高地と称されている。島の周囲には切り立った崖が多く、 海食堂も多い。また島内には亀首湖と亀尾湖という湖があり、特殊な生態系が確認されているほか、温泉、冷泉もある。海底温泉の周辺には、カラスガメカイカタガニという異様を食する固有種のカニが生息する。沿岸には、カジキやマグロなどの魚類や鳥類、ハシナガイルカや、マダライルカや、サラワクイルカやオキゴンドウを含む小型クジラ類が、 豊富である。資料によれば、亀山島に初めて入植者が移住したのは1853年のことで、台湾本島や中国大陸の福建省出身者が主であった。しかし、海上交通は未整備のままで過疎化が進み、1977年までに多くの住民が台湾本島に移住した。1977年には、 亀山島が軍事演習場に指定され、住民の強制移住が実施されて無人島となった。住民の多くは、頭城鎮大谷里の亀山島を尺に集団で移住した。1988年の戒元令解除以降は、ギラン県政府や頭城鎮公所が観光客への解放を求め、行政院は1999年12月22日に、 亀山島の観光課を一部に以下、2000年8月1日より、観光客の全面的受け入れを開始するとともに、東北各海岸国家風景区に指定した。現在は、頭ッ上鎮から水志港からの定期航路が設けられている。寝台には、亀山朝日、亀島煙、亀岩わずか壁、亀卵換気、人気配備、人気待望、メガネ道昇入国機関、 海底温泉、友情流という八大奇景が挙げられた。中でも、亀山朝日は有名となり、かつてはご来光を見に行く人が多かった。1999年に観光地化した後に、産後海底花園、クジラブタギ亀、亀沖丹、人気巡行という四風景が見つかり、合わせて亀山島十二奇景と称されている。2016年現在では、 上陸せずに、周辺の海で、ホエールウォッチングをしたり、海から海食堂を見たりするツアーもある。沿岸部観光客への上陸が開放された、亀山島であるが、自然形態を保護する目的から上陸には書面による、事前申請が義務付けられている。また、上陸可能期間は、 毎年3月から11月の9ヶ月間で、時間は午前9時から午後5時まで、6月から9月は午前8時半から午後5時半までと1時間、延長される。人数も1日あたり水曜日は500名、水曜日以外の日は1800名と総数が減速、制限され、かつ、1日を4区分した、上陸時間ごとに水曜日は125人。 水曜日以外は450人と原則定められている。申請は45人以下の団体として上陸日の20日前から11日前の期間に希望時間を決めて行う。401コーチへは1日100人までと厳しく制限されている。ただし2016年7月1日から環境維持費と施設維持費の計100対ドルが徴収されているが、 外国からの観光客は当日パスポートを提示して、これを支払うと別枠で許可を受けることができるようになった。また65歳以上はパスポート等による年齢確認で水曜日無料、その他は半額となる。島内で釣り、焚き火、採集など環境に影響を与える行為は禁止、漁具等も持ち込み禁止されている。なお、事前に許可を受けていても、 天候等の理由で上陸禁止となることがある。ABCD、e 東北核議ン海岸国家風景区亀山島。交通部観光局東北核議ン海岸国家風景区管理所。2016年11月22日閲覧。動物生態東北核及び議ン海岸国家風景区観光情報サイトハット。ABC、亀山島生態領有申請数値。 交通部観光局東北閣議欄、海岸国家風景区管理所。2016年11月22日閲覧。従来は平日は午前300名、午後100名、週末は午前300名、午後200名と制限され、団体は45人以下、401コーチ及び北海岸遊歩道へは1日40人までと制限されていた。 亀山島東,東島治日、ポー、交通部観光局東北閣議欄、海岸国家風景区管理所、2016年11月22日閲覧、ありがとうございます。